霊竜の月、13日。これが最後の日誌になりそうだ。古い資料に書かれていた竜林病の薬を試してみたけれど、効果は感じられない。体の感覚が麻痺している。力が入らない。脈も弱い。頭の中が、ぐちゃぐちゃだ。手が冷たい。寒い。どうして僕だけこんな体なんだ。苦しい。悔しい。もう嫌だ。死にたくない。死にたくない。死にたくない。霊竜の月、14日。生きている。体に新しい力が流れ込んでくるようだ。本来は喜ぶべき事柄なのだろう。だが、今の私には、もはやどうでもいい。懐かしい日誌ですね。あの日、私は生き延びた。私の体を蝕み続けた竜林病も、今となっては我が手足も同然。私を阻む枷はなくなった。ならば、あとは真理に至る道をただ邁進するのみ。探求を始めましょう。兄さん、どうして？さあ、風と炎の黒きドラゴンよ。あそこにいる者たちを攻撃しなさい。そんな。アルエス殿下が黒いマナのドラゴンを操っているというのか。考えの読めねえやつとは思っていたが、レオニードは味方だろうに。もろとも攻撃とはやってくれるぜ。ダメだ、待ってくれ。一人で行っちゃダメだよ。アルエス兄さん、やめてくれ。なぜレオニード兄さんまで。我が弟よ、戦うのです。さもなく、あなたはここで死ぬことになります。黒きドラゴンの見栄として。そんな、どうしてなんだ。どけ。レオニード兄さん。おや、レオニード、あなたが相手ですか。それもまた良いでしょう。ドラゴンたちよ、あの男を消しなさい。アルエス兄さん、やめてくれ。あまり有意義な検証にはならなそうですね。黒
きマナなど巨色の力に過ぎん。流化なんかしたら、我が波動は屈せぬ。うわだ、倒しやがった。あの体で、これがアルベリア王家長子、波動を追いし者の誇りなのか。が、レオニード兄さん、兄さん。しっかりするんだ。なるほど、ドラゴンの動きに問題はなさそうですね。充実した検証となりました。次の段階に進むとしましょう。私はこれで失礼します。ファルエス兄さん、待ってくれ。どうして、どうしてこんなこと。とにかくレオニード兄さんの怪我を。クラン、早く治療を。はい、ただいま。ファルエスを止めろ。あいつはレーブ湖に。レーブ湖？なぜそんなところに。急げ、今はお前しかいない。奴を止めろ、頼む。レオニード兄さん。王子、レオニードのことは俺に任せてくれ。レオニード兄さんを頼む。みんな正常に戻ってからすぐにレーブ湖に向かう。準備ができ次第出発だ。レオニード兄さん、どうかご無事で。どこまでも甘さの抜けぬ弟よ。そうかもしれん。だが、だからこそ皆が彼を慕うのだろう。行けるか、レオニード。体が辛いならと言っても弱みを見せるようなあなたではないか。よもや貴様に肩を貸されるとは、この俺も落ちぶれたものだ。ひとたびあなたに刃を向けた俺が言うのもおかしいが、黒いドラゴンに立ち向かったあの姿、脅威に屈することのない誇り高い姿、俺が希望と感じたあの頃のままだ。行こう、ゆっくりとな。
王都への進軍を延期した俺たちはファルエス兄さんの捜索隊を結成し、すぐに聖城を出立した。新アルベリアから投進してレオニード兄さんに言われた通り霊武庫へ到着した。ファルエス兄さんがこの地で一体何をしているのかはわからない。でもそれが黒いマナに関わるなら、俺はファルエス兄さんを絶対に止めてみせる。すっごく大きな湖だね。ここが霊武庫か。あれ、来たことないのか。知ってるような口ぶりだったけど。名前と場所は知っていたけど、実際に来るのは初めてなんだ。この地は私がアルベリウス王にお仕えしていた時から禁足地とされていますから。禁足地？どうして立ち入っちゃいけないんだよ。なんかやべえもんでもあるのか。わからねえが、例えばあそこに見えるのがやべえもんなんじゃねえか。あれは見慣れない様式の建築だな。それに天をつくように煙が立ち上っている。建物の近くの湖もなんだかおかしい感じだよ。何か秘密があるのかもしれない。よし、ひとまずあの建物に。ここにも黒いマナのドラゴンが。あのドラゴンもファルエス兄さんの仕業なのか。おい、あそこを見ろ。ドラゴンの前に。なんであんなところに子供が。このままだとあの子が危ない。みんな助けに行くぞ。任せてくれ。俺がいる限り天皇に敗北はない。
刀さばきを見せてやる。あの子はどこに？あそこだ！君、怪我はなかったかい？君は？俺はアルベリアの第七王子だ。アルベリア王家の？そう、君が。おいお前、こんなところに一人で来ちゃダメだろう。ここは入っちゃいけない場所なんだぞ。そうなんだ、知らなかったな。とにかく無事ならよかった。君、名前を教えてくれるかな。僕はエド。エド、どうしてこんなところにいるんだい？お兄さんを探しているんだ。え、お兄ちゃんがこんなところにいるの？エド、詳しく教えてくれないかな。何か力になれるかもしれない。僕のお兄さんがいなくなったんだ。いなくなった？一体どうして？お兄さんはあの煙が出てるところにいる。あの建物に？それは確かなのかい？僕にはわかるんだ。だから行かないと。どういうことだ？もしやファルエス殿下の仕業なのか？だとしたら無実の民をさらってるってことか。あの野郎、何考えてやがるんだ。ファルエス兄さんがそんなことをするはずが。とにかく行って確かめないと。エド、ありがとう。俺たちもちょうどあの建物に行こうとしてるんだ。じゃあ僕も一緒に行く。エド、君は勇気があるんだね。でも危ないから連れて行くことはできないよ。お兄さんは俺たちが必ず見つけ出す。約束するよ。だから待っててくれないか。
わかった。なら、僕一人で行く。君は、違うんだね。え？エド、一体何を？待つんだ、エド！行っちまったぞ。ったく、意地っ張りなやつだな。急いで追わないと、また危ねえぞ。またドラゴンが出るかもしれない。みんな、エドを追いかけるんだ。刀さばきを見せてやる。バルクス将軍、王都内の紹介が完了しました。異常は見当たりませんでした。ご苦労だった。下がれ。はっ。しかし王都の風景が台無しですな。このような市街地にも防壁が作られるとは。くそ。お前何か言いたげだな。ゼシア様はなぜこのような暴挙を繰り返すのでしょうか。古の魔人崇拝国家の名まで借りて。ディアネルの名は気に入らんか。当たり前です。我々まで魔人を崇拝しているかのようではないですか。なぜ魔人に付き従わねばならないのです。このような屈辱を受け続けるのならば、いっそ我々も第七幼稚殿下のように。それはお前の感想か、それとも私への進言か。進言だなんて決してそういうわけでは。単なる私の感想です。ならば口を慎め。タイへ戻れ。申し訳ありません。それでは失礼いたします。なぜ魔人にか。私に同じ問いを向けたあの男は今何をしているのか。リーフ、どこへ行くつもりだ。これはバルクス様。シェス様より急遽呼び出しがあり、シャンゼリアへと出向いてまいります。お前だけではなく白煙騎士団全員を伴ってか。奇妙な話だな。シェス様のご命令ゆえ、用を終えましたら
すぐに王都へと帰還する所存です。白々しい芝居はよせ、もう王都には戻らないのだろう。騎士団を引き連れ、そのままディアネル帝国から離反する。最終的には正常へと参じ、第七位王子と合流する。そのような算段に見えるわ。バルクス様に隠し事はできないようです。やはりそれがお前の本心か。ならばお前は今この刹那より帝国の逆賊ということになる。バルクス様、私はあなたと争うつもりはありません。どうか武器をお納めください。反旗を翻すと宣言する者を前にして武器を納められると思うか。お前とて覚悟があってのことだろう。もとより覚悟の上です。ですがバルクス様はそのような振る舞いをされる方ではございません。うん、曲がらぬ男だな、お前も。早く王都から出て行け。皇帝陛下から討伐を命じられれば、今のように穏便には済まる。バルクス様、なぜあなたは魔人に従い、王都に残られているのですか。魔人の庇護によるいびつな支配では真の平和が訪れることはない。そのことを理解しておられぬバルクス様ではないはず。私は武をもって国に仕える者、誰を将とするかは問題ではない。民たちの平和を脅かす目の前の敵を倒し続ける、ただそれだけのこと。バルクス様らしいお考えです。やはりあなたは武人の気風を備えし御人、二人での剣術訓練の日々、バルクス様の危機迫るお姿にいつも圧倒されておりました。血の滲むような鍛錬を積み重ね、武を極めんと努力されていたお姿、今でも目に浮かびます。兄上や姉上は才気あふれる方たちで、私は常に恐れていた。あの才気こそが国を割る要因となるのではとな。マルクス様、その兄や姉に負けぬよう己を鍛えていたのだ。だがまさかあの弟とはな。人の才とは分からぬものだ。情には熱いが意志薄弱なところがあると思っていたあの弟が。リーフ、お前にとって第七位王子はどのような存在だ。殿下は光です。未だ弱くわずかではありますが、我々を導くための輝きを放つ光。そこまで惚れ込むか。ならば望み通り弟のもとに行くがいい。私はここで軍を率いて国を守る。たとえ魔人の手先と蔑まれようとも。それがバルクス様がたどり着かれたお答えなのですね。おかしいか。いえ、素晴らしいご覚悟です。お互いに信じる道を行けば、いつかまた交わることもありましょう。お前が第七位王子の軍に加わるのであれば、あるいは再会は敵同士としてかもしれぬな。戦場ではお前を見逃しはしない。全力で叩き潰しにかかる。そのような状況となれば、私も騎士としてバルクス様と相まみえる覚悟はできております。では失礼いたします。バルクス様、どうかご無事で。待て、リーフ。
何でしょうか。死ぬな。私に倒されるまでは。承知いたしました、バルクス様。新アルベリア王国とディアネル帝国、死を決する時は近いか。私は帝国の将として己の信念を通す。たとえ愚直、偏狂と現れようとも。バルカス将軍、ご報告申し上げます。どうした？何があった？国境警備部隊からの伝令です。不審な集団が国境付近まで南下してきているとの報告が。北方の国のいずれかが兵を差し向けてきたものか。安全としません。ですが少数のようなので、おそらくは違うのではと。この目で確かめるのが早いか。皇帝陛下に許可を得次第すぐに北へ出向く。準備をしておけ。はっ、了解いたしました。どのような輩かは知らぬが、国を脅かす者に容赦はせぬ。戦場へ。
戦場へ。エドは、あそこです。よかった。どうやら無事のようです。エド、待つんだ。止まってくれ。あなた一人では危険すぎます。僕が帰る場所は、お兄さんがいるところ。お兄さんは僕にとってただ一人の家族だから。そうか、大切なお兄さんなんだね。僕は子供の頃に父さんに捨てられたんだ。でもお兄さんは僕のことが必要だと言ってくれた。だからお兄さんに会いに行くんだ。そんなことがあったのか。辛かっただろうね。ねえ、君だったらどう思う？え？もし自分が必要ないって言われたらどう思う？考えてみたこともないけど、それでも俺は少しでもみんなの役に立てることを探すと思う。俺はアルベリア王家の血を引いた人間だから、王家に生まれた者として何かの形で民たちに貢献したいんだ。それじゃあ、もし君が王子じゃなかったら。王子じゃない。君がどうでもいいそこら辺のやつで、ある日突然みんなから必要ないって言われたらどう思う？それはわからないな。でも平静ではいられないだろう。
自分が自分でなくなるような気持ちになると思う。よし、エド、俺たちと一緒にお兄さんを探しに行こう。おいおい、本気かよ。エド、お兄さんのところまで連れて行ってあげたいんだ。目的地は俺たちと同じだし、それにエドの気持ちがわかるつもりだ。俺にも大切な兄さんや姉さんがいるから。うん、私も手伝う。はあ、ったく、相変わらずとことんお人よしだな。わかったよ。仕方ありませんね。まあ、王子らしいといえばらしいですしね。兄弟が大事って気持ちはよくわかるしな。でも、いいかエド、俺らのそばを離れるんじゃねえぞ。うん、わかった。みんな、ありがとう。よし、そうと決まれば出発だ。おい、こりゃ湖の水がひどく醜い色だ。よだみ、汚れている。マナの力が損なわれているのか。森の生き物たちもなんだか落ち着きがないっていうか、妙に怯えてるみたいだな。水のドラゴンがいる気配もありませんね。これほどの大きな湖であれば、本来はマナを司るドラゴンが住んでいるはずなのですが。あの施設の周囲だけ自然が荒らされているように見えるな。中で一体何が。またドラゴンが。くそ、今度は2体かよ。待ち伏せされてるみてえだな。ファルエス兄さんが俺たちを阻もうとしているのか。みんな、エドを守りながらドラゴンを倒すんだ。お任せあれ。
みんなで掴んだ勝利ですね。よかろう、わらわの力使うがよい。ようやくたどり着いたな。それにしても気味の悪い建物だな。この中に本当にファルエス兄さんが。なんだか不思議な形だね。珍しい建材ですね。この建物の存在がここが禁足地であることの理由なのでしょうか。いきなり中からか。くそ、何が起こってやがる。とにかく入ってみるしかねえな。いいかエド、俺のそばから絶対に離れないで。うん、よし行こう。なんだこりゃ、よくわからないものだらけだぜ。どれも見たことのないものですね。シャンゼリアで見た魔導兵器の類でしょうか。ねえみんな、ここに何か書いてあるよ。ああ、どれどれって、全然読めねえじゃねえか。見たことのない文字だな。古代アルベリア語。エルフィルス、読めるのか。ええ、昔少しだけ教会で学習を。イリア教の初期の聖典で使われている古い言葉です。エルフィルス、すごい。ねえ、なんて書いてあるの。
魔言路採取口調整弁。なんだ、知らねえ言葉ばかりだな。魔言路、聞いたことがあります。遠い昔、自然のマナを吸い上げ、人工的にマナを作る技術が存在したと。私も実物は初めて見ましたが。クラウも初めてってことは、とんでもなく昔のものってことじゃないか。つまりここは旧ディアネル帝国よりもさらに前の太古の文明の遺跡か。女神イリアと聖竜エルシオンとの盟約により、人が生み出したマナに関する技術はことごとく廃棄されたと聞く。これもそんな技術のうちの一つってわけか。なるほどな。しかしこんなところで何を。あ、エド、勝手に歩き回っちゃダメだ。お兄さん大丈夫、これから俺たちと一緒に探そう。ほら、こっちに戻ってくるんだ。アルベリア王家の空っぽの王子、君はもうすぐ壊れるよ。え？エルフィリス殿下、この子供から離れてください。今の魔獣、貴様の仕業か。エルフィリス、一体どういうことなんだ。妙だと思っていたのです。子供らしからぬ達観した口調や態度。貴様、何者だ。あの漆黒の初期は黒いマナの力。そんなバカな、なんであいつが黒いマナの力を持ってんだよ。エド、君は一体。どうにも賑やかだと思えば、客人がもう到着したようですね。ファルエス兄さん、よくこの場所が分かりましたね。おや、そこにいたのですか、ベベット。ベベット、どういうことだ。君の名前はエドじゃ。ベベット、弟はどうでしたか。うん、幸せな王子様だね。自分を信じて疑ってない幸せな人。何その嫌な言い方。自分を信じることも何がいけないの。エド、ファレス兄さん、この子を知っているのか。あなたも聞いたことがあるでしょ、行方が知れなくなったアルベリア王家の第五位王子のことを。え、第五位王子、なぜ今その話を。まさか。そう、第五位王子の名はベベット。彼もまた我ら竜の血の兄弟ということです。エドが俺の。お兄ちゃん。そんなわけないだろう。そいつは小さな子供じゃないか。目に見えるものが全てであるほど、この世界は単純ではありませんよ。
てめえ、俺たちを担ぐのもいい加減にしやがれ。私は事実を述べているだけですよ。あなた方がこの話を信じようが信じまいが、私には関係ありませんが。レベット、君は本当に俺の兄さんなのか。父上もレオニード兄さんも第五王子は行方不明だって。それはあくまで表向きの事情です。あなたは真偽を見分ける力をもう少し養うべきですね。彼の存在は隠されていたのです。アルベリア王家絶対の秘密として。おや、ようやく魔言炉の出力が最大になったようです。ちょうど良いところに来てくれました。あなたたちを奥の部屋で待つとしましょう。ファルエス兄さん、待ってくれ。みんな追いかけるぞ。
丈夫でしょうか。随分と開けた場所だけど、あれは何だ。これは水じゃねえな。不気味に光ってやがる。引き寄せられるみたいだ。もしかしてこれが人の手によって作られたマナ。マナとは本来目に見えず触ることもできない無形の力であるはずだが、マナを扱いやすいようにこのような形にしたのでしょうか。想像もつかない高度な技術ですね。にしてもひどいことしやがるぜ。こんなにマナを集めたら湖や森がおかしくなるのも当然だ。あそこに二人がいるよ。ファレス兄さん、ベベット、よく来てくれましたね。あなたたちを歓迎します。ファレス兄さん、この施設を知っていたのか。マゲンロ、マナを採取し実体化して利用する古の英知。ここはかつて初期のマゲンロの性能を検証するために建てられた施設と見ています。蓄えられた膨大なマナ、私の実験にうってつけの場所です。さあデベット、始めましょう。なんだこの猛烈な風は。あのガキ一体何を。みんなどこかに捕まれ。ナム、俺に捕まるんだ。あ、当たった。マナが全て吸い込まれた。とてつもない正気だ。まともに見ることすら叶わない。あいつの体は一体どうなってんだ。レベットの準備は完了しました。それでは今度はこちらを。奥から何か来るよ。けい、また黒いドラゴンかよ。次から次へと出てきやがって。いや違う、この声はまだ自我が残っているドラゴンだ。だけどひどく怒りに満ちている。このドラゴンはもしかしてレーブかな。察しの通り、この湖のマナを司る水のドラゴンです。湖で見かけないと思ったら、あなたがドラゴンを捕らえていたのですか。正確には皇帝陛下の命で生け捕りにされたドラゴンを譲り受けたものです。乙女最悪は。ファレス兄さん、どうして魔人に組するんだ。研究の援助者が魔人であろうと人であろうと私は意に介しません。皇帝陛下と私は目的を一つにしています。ファレス兄さん、あの子が危ない。一体何を。マナの力に飲まれた。この子供が
黒いマナのドラゴンを生み出していた。じゃあ君はずっと俺たちにドラゴンを差し向けて。うん、そうだよ。いつ気づくかなと思っていたんだけどね。道理で俺たちに向かってドラゴンが押し寄せてくるわけだ。あいつ騙しやがったな。さて、新しい黒いマナのドラゴン、その能力は果たしていかほどのものでしょうか。ちょうど手頃な検証相手が目の前にいますね。早速協力願うとしましょう。ファレス兄さん、待ってくれ。どうしてだ、どうしてなんだ。エド、いや、ベベット兄さん、あなたももうやめてくれ。なぜ俺たちが争わなければいけないんだ。兄さんか。無知というのはかわいそうなことだね。殿下、地産をお許しください。リーブ、お怪我はありませんか、殿下。ああ、リーブ、ありがとう。でも、どうやってここに。シェス様からの情報です。ファルエス様がこの地でよからぬ企てをされていることをつかまれておりました。シェス姉さんだ。ファレス様、僭越ながら愚心させていただきます。あなたは道を誤られています。あなたの英知はアルベリアに光をもたらすもの。このような使い方は断じて許されません。リーフ、変わりませんよ。相変わらず道理を解くのが好きなようです。それにしてもリーフも加わったとなれば、これ以上ない実験の舞台が整いました。ドラゴンに本来の力を超えマナを注入するとはいかなる結果となるか。早速検証を始めましょう。ファレス兄さん、俺の声はあなたに届かないのか。なら、ファレス兄さんとあのドラゴンを力ずくでも止めてみせる。ネカ、くれぐれも油断なさらぬように。あの黒きドラゴンはかなり手強そうです。私も及ばずながら助太刀させていただきます。イーブ、頼んだ。よし、みんな行くぞ。いざ戦場へ。私に任せてくれ。まだ剣にかけて勝利を。リッドフォーメーション。アンサークリア。ブライトホーク、助かった。一撃を受け。リッドフォーメーション。
戦士だ。トライクホーク、トライクホーク、一気に行くぞ。キルリ、攻撃を逃すな。ドラゴンの力で投げ放ってやる。トライクホーク、感謝する。このまま押し切る。ドライクホーク、君は目前だ。フォーメーション、この隙を見逃す私ではない。ドライクホーク、俺がいる限り天皇に敗北はない。ファレス兄さん、もう黒いドラゴンはいない。これ以上はもうやめるんだ。やっぱり君、どうしようもなく甘いよ。なんだって。殿下、後ろに。またもや黒いマナのドラゴンが。次々出てきやがる。どんだけ倒しゃいいんだよ。なぜなんだ。どうして、どうして。おや、まだ起き上がりますか。私としてはありがたいのですが。兄さん、あなたは誰かを傷つけるような人間じゃない。あなたは大きな思い違いをしています。国家の統治、民衆の救済、王家の安寧、私には全て関心がないものです。善や悪もまた同様です。私はそれらに価値を見出していません。じゃあどうして。あなたは一体何のためにこんなことをするんだ。君は本当に幸せな王子様だね。何も知らない、何も知らずに生きることを許された哀れな人形。求めれば与えられる、そう信じていられる世界にずっと甘えてきたんだね。殿下。リーブ。殿下はアルベリア最後の希望、もうついえさせはしない。殿下に手をかけようとする者は、たとえアルベリア王家のお方であっても容赦はしません。さすがはリーフですね。
この駅士の模範たる働きです。もう少しいろいろと試したいところですが、そろそろ時間のようです。これは、おい、建物が揺れてるぞ。魔元炉からだ。暴走を始めているのか。こいつはやばいぞ。床が崩れ始めて。このままだと下に落ちちゃうよ。なんとか。どうやら地下に落ちちまったみたいだな。暗くて何も見えませんが、ここは一体。これはリーフ、何かあったのか。殿下、お気をつけください。どうやら我々は囲まれているようです。もしかしてこれ全部ドラゴンなのか。倒しても減らないわけだ。一体何匹嫌がるんだ。数十か数百か、いや、あるいはそれ以上。到底数え切れる数ではない。少しばかりそやな扱いとなってしまいましたことをお詫びします。ファレス兄さん、これほどの数の黒いマナのドラゴンは一体どうやって。ディアネル皇帝陛下の力を借りればたやすいものです。各地のドラゴンが捕らえ、黒きマナで支配する。世のドラゴンをあまねく刺激する。皇帝陛下と私は目的を同じにしています。これだけの数のドラゴンが放たれたら、アルベリアは。そんなことは絶対にさせない。俺はアルベリアのために最後まで戦う。殿下、私も殿下の決意に加わります。守るために戦うか、守るだけの価値があるのかも知らないのに、ご苦労なことだね。来るぞ。上に。天井が。気をつけろ、上から瓦礫が来るぞ。ドラゴンが空にどんどん飛んでいってる。ファレス兄さん、一体何を。レベット、私たちも向かいましょう。皇帝陛下に実験の報告をしに行かなければなりません。まさかボートに。さようなら。次に会うとき、君の中に君がいるのか楽しみにしているよ。実験へのご協力感謝します。それでは。行ってしまわれた。
ファレス兄さん、ベベット兄さん、あなたたちは一体どこへ。国境に侵入者、国の外にもハムシはうごめく、煩わしいことだ。それでどうするつもりだ。無論討伐に向かう。国を犯す者を放っておけば国の礎が揺らぐ。許可をもらおう、皇帝陛下。相変わらず律儀なことだ。我がこの国になど興味がないことは知っておろうよ。だとしてもお前が皇帝を名乗る以上は必要なことだ。よかろう。ではバルクスよ、奇貨の戦力をもって国を犯す愚か者を駐滅してまいれ。承知した。軍備を整え早急に出立する。これで王都より竜の血を持つ者が全て去ったか。軍勢も残るは王都守備隊程度。実に都合のいい状況だ。さてこの好機、兄上様はどうするつもりかな。王宮でもてなさねばなるまいな。丁重にな。王子、正常を出たレオニードがバルカヘイムに戻ったようだ。レオニード兄さんが、よかった。回復しているが、あの怪我だ。当分バルカヘイムから動くことはないだろう。そうか。殿下、シェス様もしばらくはロブレールに駐屯されるご様子です。シェス姉さんも。それとシェス様ですが、先ほど正常に伝令をよこされました。姉さんが伝令？一体何の情報？バルクス様が王都を離れ進軍されたようです。バルクス兄さんが？どうしてだろう。詳しいことはまだわかりませんが、しかしこれは好機かと。レオニード様とエミュール様の軍が失われ、シェス様とバルクス様の軍が不在となれば、今や王とは手薄です。残るはファレス兄さんとハールの守備隊、それからモルトメサイヤだけか。よし、出陣だ。王都へ進軍しよう。殿下、立派なご決断です。このリーフも殿下のお供に、地の果てまでも随行させていただきます。ああリーフ、ありがとう。頼りにしているよ。
はあ？ああ。ふん、やれやれ。そうね。そんな。そこまでだ。いいや。問題ない。ああ、ふう、まったく。よう。いいだろう。そうだよな。向こうだ。なんという。やれやれ。なんだと。いたぞ。そこまでだ。そうだな。クソが。許さん。絶望的ね。ふん、これはどうも。へえ。ええ。ええ。こちらです。いかがでしょう。礼を言うわ。絶望的だわ。ふむ。参りましょう。そこまでだ。それはどうなっている。大丈夫か。そんな。くそ。おお。そうだな。何があった？はっ。おい、
どうした？なんということだ。これは、頼むぞ。敵襲！そうか。それは何？なるほど。行くぞ。許さん。これは…わあ、よかった。待ってください。あ、そんな…アスクは無事だろうか。